正座きつくない方は正座でお願いします。座りましょう。まず広背筋のストレッチからいきたいと思います。背中のストレッチですね。はい、ではバー立てていただいて右手で持ちます。この右手対角に倒していくんですけど、バーがちょっと長いなという方は、はい、右足の方に少し移動して右手を対角左の方に倒していってください。はい、この位置に関しては皆さんの、ね、身長手の長さによって変わりますので、ちょうどいいところですね。はい、ぐーっと対角に伸ばしていくと、はい、広背筋というね、背中から脇を通って最後腕にくっついてるんですが、この脇の筋肉が伸びてきます。はい、ベースは全部ね、あ、気持ちよく伸びてるなっていう感覚があれば、そこでね呼吸を入れてください。息を吸って、はい、吐きましょう。でこの広背筋のストレッチをするときは、あまりこう背筋を伸ばすというよりはちょっとね背中丸めてください。猫背っぽく背中をぐーっと丸めて体格伸ばしていく。はい、で今度はこの体格伸ばしている右手、少し角度をつけてですね、横の方に、これもまた置く位置も軽く調整していただいて構いません。少し手前の方に、また少し背中を丸めてですね、手を伸ばしていく角度を少し変えながら、伸ばしていく角度、それもね少し変えていきます。はい、 OK。 一度戻りましょう。今バー右手で持ってて右足の方にありますね。でこれ左足の方にセットしていただいて、左の方からですね、左手は後ろです。手体の後ろについて少しひねるように、はい、同じくバー倒していきます。少しツイストしていく感じですね。この時体後ろに倒して大丈夫です。後ろについている手に持たれて、いける範囲で、はい、体をひねっていきます。息を吐いてください。こういう感じですね。後ろの肘は曲がって大丈夫です。体も倒して大丈夫です。いける範囲で倒していく。少し背中の方のですね、上部上の方のね伸び感じられると思います。はい、 OK。 戻ってきてください。はい、ではここで左右入れ替えていきましょう。左手に持ち替えていただいて、はい、まず左足の方にバーがきます。そして体格の方に倒していきます。体格伸ばしていく広背筋のストレッチから、はい、ちょっと長いなという方は少し外に外してあげるとやりやすくなります。はい、呼吸入れましょう。息を吸って、はい、背中丸めて吐きます。深く、OK、では少し角度をつけましょう。少し手前の方にバーを持ってきてですね、伸びの角度変えてみてください。はい、 OK。 戻ります。はい、ではひねりを加えていきますので、バー、はい、右足の方に持ってきて、はい、右手体の真後ろ、はい、そのままバー倒していきます。はい、ひねっていきます。はい、上半身ね後ろに倒して大丈夫です。はい、ツイスト、ひねり感じられたところで呼吸を入れましょう。息を吸って、はい、吐きます。はい、OK、 戻りましょう。はい、では体側のねこのストレッチに入っていきます。はい、右手で持って後ろです。後ろから左に出てきたバーを左足内側にかけます。はい、まず右から伸ばしていきますね。体をバーの方に少し持たれます。腹斜筋って言われるね、腹筋の横ですね、くびれのラインについてるところ、あとは肋骨と肋骨のね、あの間の筋肉、肋間筋っていう筋肉も非常に凝りやすい部分です。そこを開いていくイメージ。そしてここについてる前鋸筋っていう筋肉ね、これも凝り固まりやすい部分です。全部このサイドを伸ばしていく。ここからもう一呼吸ですね、余裕があれば今左についてるこの手、もう一個遠くについてさらに体深く倒していきます。はい、そこでも一呼吸、息を吸って、はい、吐きます。
はい、OK、戻りましょう。はい、入れ替えます。リラックス。はい、今度は左手でバーを持って後ろです。右から出てきたバーを右足に内側ですねかけていただいて、まずは体側のストレッチ。はい、軽くバーの方に持たれてサイドの伸びを感じます。はい、呼吸、息を吸って、はい、吐きましょう。はい、ではもう一段深くいきますね。今右手ついてる床、もうちょっと遠くについて、はい、さらに体深く体側のストレッチ倒していきます。いける範囲でいいです。きつい方はね、無理しないでください。いけるところで止めてください。はい、吸って吐きましょう。はい、OK、 戻ります。はい、では今度はですね、胸のストレッチです。右の胸から伸ばしたいと思います。右手でバーを持って、はい、後ろです。すいません、手下から、ごめんなさい、持ってください。下から、はい、右の胸から伸ばします。左のバーですね、左足にかかる方はかけますが、かかんない方は体のね、左膝の横についていただければと思います。そしてバーが動かないように左手でサポートしてください。はい、これでも胸がきれいに右伸びます。はい、肘が下がらないようにですね、バーに隠れるような感じで肘しっかりと持ち上げて、はい、そうすると胸の伸び感じられます。かかる方は左足の内側にかけてあげると少しね、伸びがツイストが強くなりますので、右のね、胸の伸びもしっかりと入るようになります。かかる方はかける、かけられない方は無理はしないでください。はい、肘をちょっと持ち上げて、肩はリラックス。はい、呼吸、息を吸って、はい、吐きましょう。はい、OK、 戻ります。反対いきます。反対、はい、今度は左の胸伸ばしますので、バー右足の外側でも大丈夫です。これでもね、胸をしっかりと張れば左の胸伸ばせます。余裕がある方は膝の内側にバーかけます。はい、そこで呼吸を入れましょう。肘下がらないように少し持ち上げて、でも肩が全部上がらないように肩はリラックス。胸の伸びを感じて、吸って、はい、吐きましょう。はい、 OK、 戻ります。はい、センター、バー前です。はい、バー下から持っていただいて、肩甲骨一回開きますね。そのまま、はい、ねじります。どっちねじりからでもいいです。後で反対やりますんでね。あまりにも簡単にねじれてしまう人は少し遠目を持ってください。ちょっと遠目を持って、はい、ねじると肩甲骨がぐーっと外に開きますね。はい、でそしてまた猫背を作って、ちょっと背中丸めて、はい、そこで呼吸入れます。息を吸って、吐きましょう。はい、戻って、はい、ひねりを反対に変えて、はい、猫背作って肩甲骨を開きます。はい、吸って、吐きましょう。はい、 OK、 戻ります。はい、では、右足からももの前の今度ストレッチに入ります。右足だけ折りたたんでください。足軽く開いた状態でももの前のストレッチです。右足はかかと、お尻に横にね、真横にくっつけておいてください。足首がこう伸びた状態ですね。はい、で、手後ろについて、これから肘を曲げていきながらももの前のストレッチに入るんですが、まあ、ポイントはまず骨盤ですね。骨盤を後傾、しっかりとお尻をくいって前に持ち上げる意識を持つと、少し肘曲げただけでももの前がしっかり伸びてきます。で、この時の感覚ちょっと覚えておいてください。ここでもちょっと今日バー使ってみたいんですけど、どういうことをするかというとですね、はい、どのくらい伸びるかはまずチェックです。肘ちょっと曲げていって、骨盤をしっかりとグッと前に入れて、
曲げる、はい、ももの前伸びます。この伸びの感じ、はい、チェックできました。はい、一回戻りましょう。バーをですね、この柔らかい部分を足のこの鼠径部のところですね。で、鼠径部っていうのはこの、触れる骨ありますね、触れる骨、その触れる骨のほんの真下ぐらいにバーがピタッとはまるようなところがあります。ちょうどね、股関節の中心あたりですね、骨に当たらない骨の一個下です。はい、まあ鼠径部ってこういうねちょっと斜めになってますんで、バーもその斜めに合わせて、はい、そこにですね太ももの前の筋肉って付着してます。筋肉があって腱になって、その腱が骨にくっついてる、まあ言えば、こういうのをですね筋肉の起始部、筋肉が始まる部分というんですけど、そこを緩めるとですね非常に筋肉伸びやすくなります、緩みます。それをやってみましょう。はい、今この起始部に当たってます、腰骨、骨触れるところの1個下ね、そこをですねこのバーのグリップのところでコロ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 緩めてあげてください。コロコロ転がしているだけです。少し気持ちよければ筋肉の方にね、ちょっと下の方に行ってもいいですけど、メインは起始部の筋肉から腱ぐらいのね、そのあたりを狙って鼠径部をコロコロしてみてください。非常に不思議なことが起きます。はい、先ほどのね伸びをもう一回思い出してください。今ね、20秒30秒程度ちょっと鼠径部をコロコロしただけです。はい、 OK、 バー置いておいてください。手後ろにセットして、はい、肘曲げていきます。はい、骨盤の位置もグッと持ち上げるように。はい、さっきよりもね緩んでるはずです。伸びが痛くないというかですね、張ってる感じが緩んでるはず。筋肉の始まりの部分、筋肉の一番このねついてるスタートの部分を緩めることによって筋肉全体が伸ばしやすくなります、緩みます。さっきよりも肘曲げやすくなりますよね、ももの前の伸びが柔らかくなるんでね。はい、 OK、 ゆっくり戻りましょう。はい、なのでこの感覚を覚えておいてください。反対側いきます。反対の方が一番最初確実に伸ばしにくいです。左足曲げて、はい、かかとはお尻の真横、足の延長線上に手後ろ、肘曲げていきます。はい、骨盤入れて後傾の状態、はい、肘曲げます。一番最初パンって張ってますよね、少し肘曲げただけで伸びが結構強烈にきます。はい、なので緩めてから伸ばしましょう。はい、鼠径部に腰骨、はい、これ腸骨のね一番目の腰骨の1個下です。はい、この角度もこのビキニラインに合わせるようなイメージでバーをちょっと調整するといいでしょう。はい、コロ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 、太ももの、ももの前の筋肉の始まっている部分、そこの腱から筋肉、はい、そのあたりを少し緩めます。これ強くなくていいです、軽くさする程度にね。なので、まあ、正直手でも問題はないんですけどね、はい、手よりもコロコロ転がりやすいバーを使うと非常にやりやすいです。はい、ちょっと気持ちいいなという方はね、筋肉の方まで行っても OK です。メインは起始部です。はい、 OK、 では一回バーを置きましょう。はい、では延長線上に手をついて肘曲げてってください。はい、骨盤入れて、はい、さっきよりも少し緩んだ状態で肘曲げやすくなります。ストレッチがより入りやすくなります。はい、そこで呼吸一つ息を吸って、はい、吐きましょう。はい、OK、 戻ります。はい、では仰向けの流れを作っていきます。仰向けです。はい、寝ましょう。はい、ではまずですね左足からちょっとやっていきます。左足からふくらはぎの圧迫を入れます。はい、バー持ってください。左足の方にバーが短くなるようにこうセットしてください。 OK、 はい、そしたらですねこれただバーを潰します。そしてトン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 と
一番ね、膝に近いところから徐々に手で転がしていきながら下の方に、はい、足のね少し圧迫を加えて気持ちいいところをトン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 してください。はい、下の方が気持ちいいのか、またはねちょっと上の方が気持ちいいのか、はい、この辺張ってるなーっていうところを少しトン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 してあげてください。はい、 OK です。ではこのままですね、この左足、はい、上に伸ばしましょう。はい、バーちょうどお尻の中心トンと置きます。はい、かかとがちょうどバーの中心に来て、膝ちょっと曲がってて大丈夫です。両手で、はい、バーをホールドしてください。で、バーの圧力はちょっとね下の方に圧をかけておいてください、イメージね。はい、そうするとしっかりとバーがね、バーの下のキャップがこうグリップ効いてくれて、床とまたはマットとグリップが効くのでバーが安定しますんでね、こう持っていくというよりかは気持ちちょっと下の方に圧力を気持ちかけておいてください。はい、そして余裕がある方は反対の右足、膝今立ててますがちょっとずつ伸ばしてってあげてください。はい、ここ気持ちいいなっていうところまでです。あんま無理はしないでください。はい、で肩リラックスして、はい、呼吸を入れてください。息を吸って、はい、吐きましょう。はい、 OK。 では右の膝立てていただいて、このまま左足、はい、反対のね右足の膝に乗せます。バー一回ここでちょっとお休み、はい、お尻のストレッチ入れます。浅めにかけていただいた左足、はい、このスペースからね左手入れてキャッチ、お尻のストレッチ入れましょう。はい、両手で右足のすね、またはちょっと遠い方はももの後ろキャッチして、はい、体の方に少し引きつけながら、上にかかっている方のねこの左足のお尻が今伸びてると思います。呼吸入れましょう。息を吸って、はい、吐きます。はい、 OK、 ほどきます。はい、ではここで反対いきますのでもう一回バー持ちましょう。はい、今度は右足です。右足の時には右足側が短くなるようにねバー持ってください。バー下から持つような感じですね。はい、膝裏で挟みます。はい、ふくらはぎです。トン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 、皆さん気持ちいいところほぐしてください。ふくらはぎとももの後ろにもね軽く圧迫入りますので、この辺気持ちいいな、張ってるなっていうところをねちょっと見つけてみましょう。一番このねピークの膝の真裏、はい、この辺りとかね結構気持ちいいですよね。はい、そこからどんどんね下の方に下の方に、はい、OK です。はい、ではこの右足、はい、真上伸ばします。お尻のちょうど中心にバーを置きます。お尻の中心です。はい、そして、右足まっすぐ、バーが隠れるようなイメージですね。はい、セットができたら上半身リラックス、両手でホールドして安定させましょう。余裕があれば残している左足ですね、膝、はい、ちょっとずつ一個ずつ伸ばして、あ、この辺が自分が一番気持ちよく伸ばせるところだなというところまで膝をね緩めていってください。あまりにも伸びが強いとですね、あの力入っちゃいますんでね、気持ちいいなというところでストップします。はい、そこでもう一呼吸、息を吸って、
はい、吐きましょう。はい、OK です。では左の膝立てて、はい、バー1回お休み。はい、右の足を左の膝に乗せてですね、お尻のストレッチです。左足のすねキャッチ。はい、上半身リラックス。今上にかかってる右足のお尻の伸びを感じてください。はい、そこで呼吸一つ入れましょう。息を吸って、はい、吐きます。はい、OK、ほどきましょう。はい、ではゆっくり体を起こしてきてください。今度はですね、はい、ラストスパートです。前頸骨筋と言われるすねのですね、すねの筋肉、まあ、ちょっと横にくっついてます。はい、そこに当てていきます。右足からやりますんで片膝立てます。左の膝を立てて右足のすねで乗っていきます。はい、自然と乗るとですね、おそらく足ってちょっと気持ちこう入りますんで、すねのね、痛いところ、骨まっすぐには当たらないと思います。ちょっとそれ当たる方は気持ち外側に当てるようなイメージでね、前頸骨筋の筋肉を意識して当ててみてください。まず一番膝に近い上からいきましょう。はい、上から筋肉のところに当ててくださいね。骨には当てずに筋肉に当てながらバーをコロコロ転がしていって体重を乗せていきます。はい、そうするとですね、張ってる方は張ってるあたり、あ、ここ気持ちいいっていうところに当たりますんで、そのあたりで一番ここが張ってるなっていうところで少し体重を乗せてあげてください。それが上の方なのか少しね下の方なのか、はい、これ皆さんそれぞれ違いますんでね、はい、上から下まで一通りまず当ててみて、はい、その上で、あ、ここだなっていうところに戻ってきてください。結構ね、足首の方のね、下の方も意外と気持ちいいですよね。結構張ってます。はい、一日ね、歩くときにつま先を持ち上げるときに使われる筋肉なので、歩き疲れたその日の夜とかにね、ほぐすと非常に気持ちいいストレッチになると思います。反対側行きましょう。はい、では反対膝を立てて、はい、右膝立てますね。で今度左です。はい、当ててみてください。この柔らかいね、このスポンジグリップのところがちょうどよく気持ちよく当たりますので、はい、で手でコロコロ転がしながらですね、前後動かしながら一番気持ちいいところを探ってみてください。こういうね、コンプレッション、まあ、圧迫のストレッチっていうのは気持ちいいんですけど、やりすぎるとね、少し揉み返しみたいな形で翌日筋肉痛っぽいものが来てしまうので、まあ、気持ちよくてもあまりこうやりすぎには注意ですね。はい、まあ、軽く、ほぐす程度でグリ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 やるのもね、少し気をつけてください。はい、OK ですか。はい、ではバーはね、ここで一旦終了です。最後です。はい、股関節周りやっておしまいにします。右足が前、左足が後ろで、上に組むことなくね、外しておいてください。右足が前にあります。前後ですね。はい、でこのストレッチ余裕が出てきている方はちょっとね、足のこの位置を前にこう出してあげる。はい、そうするとね、ストレッチより強くなりますんでね、あんまりくっつけない、少し出してあげます、足を。はい、そして体深く倒していきます。いけるところまでで結構です。この時はあんまり猫背にならずに、少し背筋伸ばしていけるところまでいきましょう。余裕があれば肘ついて、さらにね、余裕があれば、おでこをね、手の甲まで乗せてしまっても OK です。はい、そこで呼吸一つ入れましょう。息を吸って、はい、吐きます。 Yeah.
はい、OK、 一回戻りましょう。はい、最後左右入れ替えます。今度は左足が前になります。このストレッチ結構苦手な方はしっかり体にくっつけた方がやりやすいんでね、ギュッとくっつけておいてください。その方が体倒しやすいです。余裕がある方は少し足のね位置を前にずらしてあげると。はい、深く倒して、はい、呼吸入れましょう。息を吸って、背筋伸ばして、はい、吐きます。はい、OK です。ゆっくり体を起こしましょう。はい、では楽な姿勢で最後ね、深呼吸入れていきます。3つほど入れましょう。肩リラックスして、はい、軽く背筋伸ばして、はい、吸うときは鼻から吸いますね。吐くときにも鼻からでも、OK です。まあ、吐くときは口をすぼめて口からでもいいんですが、吸うときだけはね、鼻からゆっくり長く吸い込みましょう。どうぞ。1回目吸って、はい、同じ長さで吐きます。もう2ついきますね。はい、2回目どうぞ。吸って、はい、吐きます。はい、最後です。吸いましょう。一番大きくどうぞ。はい、同じく長く吐き出します。はい、 OK です。クールダウンにおすすめの、リラックスタイムにもおすすめのバーストレッチ、お疲れ様でした。この度 YouTube メンバーシップをスタートしました。月水金土週4日間ライブでメンバーの皆さんのトレーニング習慣をサポートしております。体力の維持、筋力の向上、疲れにくい体づくり、姿勢改善、ダイエットなどを目的とした日替わりのトレーニングメニューで、飽きずに楽しく、気づいたら効果が出ている、それがプライドボディライブメンバーシップです。リアルタイムに参加ができなくてもアーカイブでもご視聴いただけます。詳細はこの動画の説明欄をご確認ください。あなたの体は必ず変えられます。僕にはその自信がある。日々のトレーニングを一緒に楽しみながら体を変えていきましょう。ご参加お待ちしております。Else can see her.